開幕前から、まあ、外国籍選手が変わる中で、まあ、どういうチーム作りしていこうかっていう、こう模索しながらの、始まりで、まあ、準備期間もね、そこまでやっぱり多くなかった、コロナの影響で多くなかったんで、ですけど、まあ今までやってきたメンバーも、大半残ってくれてて、なんでそこまでこうすごい崩れることがなく、まあ来れたかなと思いますけど、まあ、開幕ね、連敗ああいう形でしてから本当に厳しいシーズンになるなっていう感じでしたけど、まあ、そこからはしっかりこう自分たち の, 今シーズンの良さみたいなのもどんどんこう見つけながら戦ってこれたなと思うし、まあ、そういう中で本当にね、試合もなくなってしまったり、選手も休むしかなくなってしまったりっていう、本当にこういろんなことがあるシーズンですけど、まあ、そういう中でもしっかり我慢しながら、まあ、この順位、チャンピオンシップの本当にこう関わっているところに入れるっていうのが一番重要なことだと思うんで、まあ、そこがしっかりできていることが今いいかなっていう感じはしてますけど、もちろん試合内容とか、まあね、もうちょっとで勝てる試合もあったし、とは言ってもやっぱり帰化選手がいないチームの中でいくと、まあ、そのね、いるチームにもしっかり戦えてはいると思うし、チーム全員でそこをこう上にも戦っていけるっていうのも、まあ、序盤から少しずつ出していけてたと思うんで、まあ、本当にそこは選手たちもスタッフもしっかりやってくれてる結果がこういう結果につながってると思うし、まあ、本当にね、簡単じゃないので、実際よく、まあね、僕が言うのもなんか僕が言ったらあれですけど、よく戦ってると思いますけどね、はい、本当にね、新しくこうチームがまた、まあ、全てが変わったわけじゃないですけど、主要どころが変わった時にそんなにすぐ結果なんて残せるわけがないので、正直まあ、チャンピオンシップに本当に関わっていたいっていう、もう絶対そこだけは逃したくないっていうのが、まあ、今シーズンのもう僕の中では目標だったんで、去年、その昨シーズンまではもう何年もそういうチームを作ってきて、やっぱもう優勝だっていうところまで行きましたけど、今年はそれがまた一からの話なんで、そう考えるとやっぱこの順位に入れるっていうのは本当にみんな頑張ってやってるなっていう感じはしてますけどね。まだまだね、上のチームとはもう対戦残ってるんで、まあ、そこでね、どういう試合ができるかっていう、そこが結構重要かなと思います。まあ、勝ち負けももちろんあるんですけど、シーズン序盤とやっぱ終盤ってなるとチームのこう力みたいなのがやっぱりシーズン通してこうどうなっていったかっていうのが出てくると思うんで、まあ、本当上の、まあ、千葉、東京、川崎、まあ、あとね、秋田、この間1回負けましたけど、秋田ともまだ2試合あるっていう中でいくと、やっぱそういうチームとどう戦えるかとか、まあ、あとそれの他のチームとの対戦もやっぱりね、簡単ではないですし、そこをこうどういい形で自分たちのバスケットをしていくかっていうのもすごい重要になるかなっていう感じをしてます。今年に関しては、そうですね、そこまでそのオフシーズンでなかなかチームがやりたいことが全部できたわけではないですし、まあ、試合をやりながら連携を高めていくというところも今シーズンはあったと思うので、まあしっかりその試合でやりながら、その自分たちの強みとか弱みとかもしっかり理解をしていきながらといいますか、まあ、試合を重ねていくほどにまあ成長はしっかり感じられるところもあるんですけれども、まあ、でもなかなかその勝たなきゃいけない試合で勝ちきれなかったりとかっていうところも結構目立ったりはしているので、まあ、そこはやっぱりまだ勝負どころでの戦い方とかっていうところもまだまだ理解しなきゃいけないというか課題のところもあるんですけれど、でもまあしっかり自分たちの強みをしっかり理解してプレーできている時っていうのはもう本当にどこのチームとやってもまあ勝てる自信はあるし、まだまだ僕たちのその、まあ、試合終盤にシーズン終盤になってきましたけれど、
まあ、本当にチームがしっかりやることをやればまだまだ優勝というか、あの上位にまだまだいける可能性は残ってるんで、そこをしっかりやっていきたいなと思ってます。もちろんそのオリンピックを終えての自信も得たし、まあ、よりその責任感っていうのは本当に強くなった、まあ、自分もやらなきゃいけない、自分がやらなきゃいけないっていうその環境に置かれることによって、まあ、またその自分のもうまた新たなそのポテンシャルも出てきた、出せたというか、まあ、去年より明らかにそのマークが厳しくなってると思うんですよね。まあ、去年は LJ とかいたり、ライアンいたり、まあね、得点源は、まあ、今はもちろん あるんですけど、まあ、より去年より厳しくなっているっていう感覚はある中で、まあ、確率よくも決められているっていうか、っていうところはまあ自分の中でも またさらに、はい、成長が感じられている部分じゃないかなと思います。そうですね、まあ、女子はその昨年からまあインサイドで強さを発揮してくれてて、まあ、そこをより強調しようっていうのは、まあ、去年より強調しようっていうのはありましたけど、やっぱアイザックがこんだけ日本のバスケにフィットして、こんだけ、インサイドで力を発揮してくれるっていうのはイメージしてなかったので、なのでそうですね、よりこんなにインサイドの強力なチームに なるっていうのは正直想像してなかったですね、はい、そうですね、まあ、そのインサイドに集中する分、まあ、そこに意識がいっちゃう場面っていうのが前半戦すごく多かったんですけど、まあ、バランスよくその、まあ、自分が外を打ったりとか、まあ、中に合わせたりとかっていうのをバランスよく、まあ、その試合を継続していく中で、まあ、できてきてるなっていうのも思うし、まあ、最近はそのバランスっていうのがより良くなってて、まあ、インサイドとアウトサイドの、まあ、自分だけじゃなくて誰が出ててもいいバランスで、まあ、オフェンスもディフェンスもできてるなと思います。あまりその自分たちここまでいけるなっていう予想自体をしてなかったので何とも言えないんですけど、まあ、序盤はちょっと苦労するだろうなとは思ってて、まあ、案の定開幕戦で連敗してしまって、その点ではやっぱまあその、まあ、けど苦労はしましたけど、まあ、今振り返ってみるとやっぱりチームとしてどんどん良くなってきたので、まあ、これから上位チームと対戦が残ってますけど、まあ、そこでやっぱり1年間積み上げたものを出していきたいなとは思います。まあ、そうですね、選手もこう今シーズン変わってこう徐々にこうチームとしては今良くなっている途中ではありますし、まあ、いろいろなことがこうシーズン序盤からこう中盤にかけてあって、まあ、でもそれなりにこうチームとしてこう徐々にこうステップアップしていってるし、まあ、ここから本当に最後の佳境になっていきますけど、まあ、今こう、まあ、なかなかこうスケジュールとかこうきつくて、まあ、練習もなかなかできてないので、こう試合でこうなんていうんですか、ちょっとダメな部分っていうのを修正しづらい時期ではあるんですけど、まあ、そういったこう試合でこう課題が出てきた中で試合でこう解決できることが、この間の試合とかでできたんで、すごくチームはいい方向に向かっていると思います。まあ、そうですね、まあ、こう結果がこうなかなかついてこない部分っていうのは多少感じてはいるんですけど、まあ、でもまだまだチャンスはあるんで、まあまあいい感じじゃないですか。まあ、まずチームとしては着実にこうステップアップ、まあ、最初の時に比べてどんどんステップアップして、チームとしてどこが強みなのかとか、まあ新しく来た選手もいた中で、そういった自分たちの強みっていうのをしっかり見つけて、まあ、それをしっかり試合で出して、また、まあ、反省してまた
強くなってっていうのを繰り返していってる、まあ、途中かなっていうふうには思います。まあ、個人的には本当最初はなんていうんですかね、こう苦しい部分が多かったんですけど、まあ、最近は本当に、まあ、自分のやるべきことっていうのを、まあ、もう一回、まあ、考えてしっかりチームにの勝利に貢献できる部分っていうのをしっかり見つけて、まあ、それを、まあ、しっかり試合で出そうっていうふうには思ってて、まあ、そこが、まあ、徐々に自分のリズムも取り戻せるというか、まあ、そういった部分が出てきたかなというふうに思います。最初はすごい、まあ、波のある、うん、やっぱ新しいスタイルになれるのに時間かかりましたし、やっぱインサイド重視の、まあ、オフェンスが今年のスタイルだったので、まあ、結構最初の方から厳しい状況っていうのが続いて、まあ、その中でもやっぱりそのブレックスのコアは変わってなかったので、まあ、勝率的にも、まあ、去年と比べたらやっぱ、まあ、負けた試合が多いんですけど、まあ、客観的に見て勝率もチャンピオンシップ狙えるところまで来ているので、そうですね、まあ、本当に難しいシーズンにはなっていると思うんですけど、間違いなく最初の方と比べて成長してきたチームだと思います。こうやってチャンスがあるときにはやっぱり掴み切らないといけないなと思うので、今は特に、まあ、すごいモチベーションが上がっているというか、チャンスだと思うので楽しくやってます。そうですね、まあ、本当にこれから誠司さんが、まあ、いつ戻ってくるかとか、まあ、戻ってきてからのプレータイムも分かんないんで、まあ、それまでは本当にやっぱポイントガードとしてやっぱその責任があるので、まあ、何が何でもチームが勝てるように、それがまあ自分の何て言うんですかね、自分が攻めて勝てるんであればそうしますし、もっとコントロールしてチームに流れが来るんであればそうしたいと思っているので、本当にもうチームが勝つことだけ考えてこの、まあ、最後20試合近くやっていこうかなと思います。そうですね、最初の方こう外国籍の選手だったりとかもこう合流も遅れたりとかもあって、なかなか自分としても去年試合経験がなかった分こう噛み合わない部分とかもあって、まあ、でもそれがこう少しずつこう練習も重ねていくうちにこう改善されて、本当にここまでこういい形になってきてるなっていう実感があるシーズンです。何試合かこう接戦を落としてしまう試合はもちろんあったんですけど、まあでも個人としては本当にすごい成長できているなっていう実感もありますし、チームとしてもこう成長できているってさっき言った通りこういい形になってきていると思うんで、まあこのまますごいここから残りのシーズンでもまあまだまだ上に追いつくチャンスはあると思うんで、そこでこのいい形を継続してさらに良くしていければいいかなって思ってる感じですか。It's the same. I think, you know, when everybody left, or I shouldn't say when everybody, but when we had the change in, you know, the roster, it was big time because it was guys that have been here for so long. You know, I think for me, the expectation was still to make the championships and to compete for a championship. So the focus hasn't changed, the goals haven't changed. It's just about, you know, getting acquainted with the new players that came in. And, you know, at this point, we are really acquainted with each other and we've, you know,got to know each other as players and, you know, just as people off the court. So I think the team's really bonding well. I think just the getting more comfortable playing with the guards, getting more comfortable playing a different style of basketball that is in Japan, and then really getting used to my role, whether it's playing at the three, playing at the four, and just getting the right reads and it's a different look from the different positions and just getting comfortable and being in each of those.I don't think there was a one moment, just a lot of time spent talking with Sasa, talking with Anzai, trying to figure out what they're looking for, what they are looking for me to do, and then just spending time on the court with players. Josh has been great talking me through a lot of things, and then also having Kai, who's able to translate a lot.
and say things really quickly. And then I've played a lot of my minutes with Nabe, so he's always constantly talking with me and helping me through a lot of things. And I think it was just something that was going to take time, and it's starting to get there and feel comfortable out there. I think my experience helps. You know, I played in Europe for 8 years before this, and then coming here. And for me, I just always try to bring what the team needs. I don't try, you know, bring my own style. I like to fit in, and you know, I watched some games before I came here of the Bricks team, and the mentality here fit my mentality, especially on defense. So yeah, I think my unique look is why I get noticed quite a bit, but also the way I play, you know, I play high intensity and very physical. So I just try to bring that aspect to the team and, you know, help the Bricks mentality in any way. And I like, that's why I like playing here. まあ、まだシーズン全部終わってないんで、レギュラーシーズン。まあ、まだチャンピオンシップも決まってないですし、まあ、何度も振り返るには微妙な時期なんですけど、まあ、今まで振り返るとってなると、まあ、よく戦ってるんじゃないかなと思いますけどね。もちろんその完成度がとかいろいろ去年とかに比べられたらあれかもしれないですけど、やっぱかなり新たなね、チームとして一新したシーズンなので、やっぱこう崩れそうな時とかも多々ありましたし、その順風満帆なシーズンとはまだ今のところ言えてないのかもしれませんけども、 見た目上。ただやっぱ新しく来た選手たちの理解度とか、やっぱその IQ とか、まあ、あと若手の成長もそうですし、まあ、うちに長くいる、まあ、政治とか、あそこら辺のやっぱりこう成長っていうのがかなり見れてるシーズンなんじゃないかなと思いますけどね。個人的にというよりはチームとしてはやっぱそういうレベルアップしてきた選手たちがすごく多いのかなと思いますね、はい。まあ、別にそのイレギュラーの部分はないですね。やっぱり挑戦のシーズンだと思うんで、今年はあの立ち向かっていくシーズンだと思いますし、さらにね、やっぱりその優勝を経験したメンバーがいなくなるっていうのはやっぱ大きいことですしね、やっぱその屋台船だった人たちがまあいなくなるっていうのは大きいことですけども、まあ、今いると優勝経験者のコウスキさんと俺と田淵さんと、エンド、やっぱそこら辺はあのやっぱ、昔からのそういうブレックスの、いいところの伝統みたいなのを引き継いでるメンバーと、やっぱりそれをあのどんどん吸収していってくれているメンバーとっていうので、すごくそこの、どういうチームだとか、こういうふうにプレーしていくというところをすり合わせていくという作業はありますけど、まあでもやっぱり、うん、いい選手が揃って今チームの中で、いるので、やっぱそういう崩れそうになった時にやっぱ試合出てるメンバーもそうですし、まあ試合に出てないメンバーとかもやっぱり声掛けっていうのは実際のところあるので、あのカメラ回ってないところもそうですし、コート外のところで特に選手たちだけで話し合うという機会が去年にもより増して、あるので、特に日本人の選手がまとまってね、でなんかやっぱ変化として見られるところもあるので、そういう例えば俺らみたいな上の選手じゃないところから声も上がったりもするし、やっぱそこは成長じゃないですか。やっぱ試合に出てる人たちが責任感を持ってるということだと思うので、試合としてやっぱ負けてしまったりとかあるけど、なんかそういう大丈夫かなと思っている時ほど、やっぱ結構選手たちは実は結構声掛けしてたり、まあ、もちろん全部の試合通してね、全員がそういうコミュニケーションが取れたかって言ったらまた別ですけど、でもやっぱね、それは人ですからこういうのがあるから、あの時は良くなかったなって多分個人的にみんな反省して、いい意味でこう若いチームからベテランのチームになってるけども、いい成長の仕方といい成熟の仕方してるのかなと、まあ、他から見たらおじさんたちばっかりだなって思うのかもしれないけど、でもそれはある意味やっぱ成熟したところをお見せできる、逆に言えば長く見れるもんじゃないかもしれないし、その成熟したものっていうのはね、いいチームになってると思います。いい選手がやっぱり人として揃ってるんじゃないかなと僕は思います。そうですね、まあ、本当にみんなで日々成長しようと、毎試合毎試合成長していこうという思いは、まあ、本当に何度も言ってますけど変わらずみんな持てていると思いますし、シーズンが進むにつれて、ね、その思いというのはみんな強く持てていると感じています。もともと僕は始まる前からやっぱこうメンバーが変わったことで楽しみだったり期待しかなかったので、
それを考えると本当に期待以上というか、うん、まあ、シーズン終盤ですけどもまだまだこう最後の最後までこう強くなれるこう期待 とワクワク感で持ち続けられてるっていうのはすごく嬉しいなと思いながら僕はやってます、はいはい、もう本当にポジティブなイメージしかなかったので、うん、それはもう今と変わらずというかなんかさらにこう終盤になるにつれてもっと強くなれるっていう感触をすごく持てていますね。でもとにかくチームのためにできることをあのプレータイム与えてもらえたらそこに全力を尽くすことだったり練習中もそうだし、プレーしてなくてもベンチだったりでできることっていうのは、まあ、あるっていうのは今シーズンより感じてますのでそういう意味じゃ本当チームのためにできることをっていう思いはまた今年もさらに強く持ってやってます、はい。まあ、本当にねスケジュール的には厳しくて一番はやっぱ怪我人出さないっていうのがあの僕の仕事かなって思ってて、まあ、そういう中でもやっぱりあの勝っていってチャンピオンシップに行くっていうのがあの達成するために、まあ、この1ヶ月ちょっと、まあ、16試合かと、まあ、やっていきたいなっていう感じはしてて、まあ、そのためにはあの、まあ、ブレックスネーションというその全体的な力ももちろんそうですけどそれを出すためにはやっぱ個人個人の力とか責任とかっていうのをやっぱり果たしていかないといけないし、まあ、いつも自己犠牲って言いますけど自己犠牲とその自分がやるべき役割っていうのをこう明確にやっぱりこう持って一人一人がいることがそれが自己犠牲につながってそれがチームワークにつながってまあそのいうこう力のあるチームになっていくっていうのを、まあ、僕は感じてるんで、まあ、そこをねここの残りもう最後1ヶ月ちょっとでしっかり全員で出せるかっていうところをプラスそれでファンの皆さんとかスポンサーさんとかまあ行政の皆さんもそうですけどそうやってこう応援してくれて一緒に戦ってくれる人たちの力も借りながらやっぱりねブレックスらしさっていうかそういう部分が出るのが、まあ、この時期だと思うし、まあ、昨シーズンはね本当にそれでああいうファイナルの舞台まで押し上げてもらったんで、まあ、今シーズンも、まあ、僕らがそういうのをやるっていうのがもう大前提としてあってそれを応援しようと思ってくれる人たちがやっぱ多ければ多いほどその力がどん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 発揮されると思うんで、うん、そういうふうな方向に持っていけるように一試合一試合頑張りたいなと思います。今のままではまだ優勝にはちょっと届かないなっていうのがあるんで本当一人一人何ができるのかをしっかり考えて、うん、まあ現状に満足しないでステップアップしていってそうなればもっとチームも大きくステップアップできると思うので、うん、はい、今できることをコツコツやっていきたいと思います。まあ、現状に満足していたらやっぱり、うん、成長していかないと思うのでやっぱこうゲームが続く中で良かったとしても、まあ、そこからやっぱまたさらに成長していくっていうところをやっぱり見つけてそれを取り組んでいくってことがやっぱりチーム力のアップにつながると思いますしまたその個人のその成長にもつながると思うので、まあ、そこは本当に、まあ、練習する時間というのがなかなかない中ではあるんですけど、まあ、その中でもやっぱ課題を見つけてチャレンジしていくっていうのはすごく大事なのかなって思います。まあ、今までもそのファンの方々に後押ししてもらってすごく助けてもらった試合もたくさんありますし、まあ、その中でやっぱここからは本当に、まあ、チャンピオンシップ、進出にかけてもちろんその上位も狙えますし、まあ、そういった中で本当一試合一試合がすごく重要になってくるので、まあ、今まで以上に、まあ、僕たちもしっかりホームで守らなきゃいけないと思いますしそこで
皆さん の, あの力をあのブレックスネーションで、一緒に戦っていければ、すごくいい結果がついてくるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひチーム一丸ブレックスネーションでファンの皆さんも一緒に戦ってもらいたいなというふうに思います。まあ、そうですね、やっぱりこうチャンピオンシップに向けてこう非常に重要な上位チームとこう直接対決する、試合が続くので、まあ、ここでこう、ね、しっかりと示すことができればまたこう後半一気に流れに乗れると思うので、しっかりとこうチームとして戦うっていうこと、まあ、先日発表されましたブレックスネーション、まあ、コートで表現するのは僕たちなんで、そのファンの方々スポンサー様の方々の思いいろんなものを背負ってやっぱりコートに出てる5人がしっかりと、体現していきたいなっていうふうに思ってます。順位どうこうっていうのは、まあ、考えなきゃいけない部分もあると思うんですけど、やっぱりここからは、自分たちより上の順位が上のチームと当たらなきゃいけないし、やっぱり一試合一試合に集中して自分たちのやるべきことっていうのを続けどんどん続けていくっていうのが本当にブレックスネーションだと思うし、していかなきゃいけないと思うんで、まあチャンピオンシップに出たいとかそういう気持ちはありますけど、とりあえずここからは一試合一試合本当にどんな相手だろうとしっかり自分たちでやるべきことをやりきるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。今年のブレックスの我慢強さが一つ出たのが、一位コロナが出たりとかしょっちゅう試合が中止になったりやったりやらなかったりって、正直多分現場としたらそこのモチベーションコンディションを維持するのっていうのがすごいハードだと思うんですけど、みんなそのなんか今言ってる何勝したらいいのかとかも分かんない状況で決まらない中で、もう本当に目の前の一試合一試合勝ちに行くっていう中で成長していくっていうのを、まあ、本当にだからその、ね、全部勝ちに行きたいと、毎試合本当にその試合前でこの試合いいやって思ってる試合はないと思うので、まあ、今のところね、ここまたこの2週間ぐらいのところはまた全部、ね、アルバルクもまたホームに迎えてもありますし、そこら辺本当に勝てるように意識していきたいなと思ってますね。勝ちにこだわってここは最後で、それでよりチームの一体感とか、あこいつら本気だなっていうのを、まあ、まず僕らがそのブレックスネーションって言いながらも、チーム自体がもっともっとそのブレックスメンタリティを出して、でみんながそのメンタリティやっぱ見てて、やっぱその一員に関わりたいなって思わせられるような、やっぱり最後のこの1ヶ月にしたいと思ってるし、そういった意味でもちろん皆さんと戦いたいっていうのもありますけど、まずやっぱりまず自分たちのチームがそのブレックスメンタリティを持って、もっともっとやっぱこのチームやっぱすげえいいなって思わせるような本当に戦いぶりをしたいなと思ってます。まあ、僕が代行させてもらった試合なんかもそうですけど、まあ、多分ブレックスメンタリティってね、もともとね去年とかも言ってた今までも言われてきてるところが、きつい時にどう荒れるかってとこだと思うんですよね。やっぱ負けてる時にめちゃめちゃディフェンス頑張って流れ持ってくるのが多分うちのチームだし、リバウンドとかルーズボールとかで体張れるっていうのがブレックスメンタリティだと思うんですよね。でそれをまあ総称して多分ブレックスネーションだと思うんですけど、なんでその、まあ、これから本当めちゃめちゃきついスケジュールだし、強い相手のこの試合も残ってる中で簡単にいくゲームはもうまあなかなかないと思ってますから、そこをやっぱりこう選手もスタッフもそうですし、ファンの人たち含めてもうきつい時間帯にもうめちゃめちゃこうちょっと拍手クラップもらってとか、やっぱそういう風にしてブレックスネーションをこうより高めてね乗り越えていきたいですね。はい。I think everybody, whether it's anybody that's supporting Brex or even us, within here, I think for us it's just about focusing in andbeing a positive supporter and just knowing that, we're all giving it our all to try to make it work and try to move up. Obviously, with Brex, it's about championships, so definitely just focusing in every game and just trying to give your all to try to make the championships.
Yeah, I think the rest of the season, I think we have to approach it as every game is a must win. And we do that together. I think I've been around the league enough to see all the fans, and I think we have the best fans in the league for sure. Even on away games, you know, it feels like a home game sometimes, but just using the fans, the coaches, we got a great coaching staff here, and we got a team that all buys into the Bricks way of playing, the Bricks mentality, and I think if we all use all that as one, we can achieve anything. That's what I think. I really think we have the talent, we have the coaching staff, and we definitely have the fans to beat anyone. So that's my goal and that's my approach. I think for this last games coming up is just win as many games as possible, and then in the playoffs anything can happen. Yeah, I mean, it's my first year in Brecks. I've played in a lot of playoffs though in my career. I think every year I've made playoffs, and aside from last year's, the first time we ever lost in playoffs. So Brecks Nation is something I can understand. It's no matter where you are, the fans are a huge part of everything you do, especially when we have a tough schedule like we do now. It's been great so far everywhere we've been, even up to this point. The support that they've shown on the road or at home has helped us tremendously, but now towards the end of the season, it makes all the more difference when we're going in. We're playing against a lot of the top teams. We're playing a lot of games without many days off, so we're going to be a little bit tired, and the energy that they're able to bring is going to be a big difference maker for us. そうですね。まあブレックスネーションとしてはやっぱり、まあチャレンジャー精神を持って、今年こそやっぱり、まあ勝率とかも見て、やっぱ僕たちが優勝すると思っている人が多分少ないと思うんで、ただ自分たちはやっぱり優勝できると信じてやってるんで、やっぱチャレンジャー精神を持って、まあみんなまとまって戦っていきたいなと思います。でも本当にチャンピオンシップまでこうずっと立て続けに試合がある日程になってるんで、本当にこう全員がこうしっかり自分の役割を果たしてこうタイムシェアできるっていうのが理想だと思うんで、まあ、それができるように自分も責任を持ってプレーしていければいいかなと思ってます。まあ、レギュラーシーズンの残りのうちの半分ぐらいもホームで戦えるので、まあ、その力も借りながらこう先ほどおっしゃった通りにこうチャンピオンシップでもうこうホームで自分たちももちろんですしファンの方の後押しもいただけるようにホーム開催を目指して残りのシーズン戦っていければいいかなと思ってます。そうですね、まあ、本当にもちろん戦えるっていう自信は持ってはいると思うんですけど、でも本当に優勝をもう一回目指すっていうところを意識するんであれば、まあ本当に個人個人がもっとで、まあ、自分の役割をしっかり理解しているとは思うんですけど、まあ勝つためには何をしなきゃいけないか、まあ、一つ一つのミスとか、まあ、流れが悪い時とかのディフェンスで次のオフェンスっていうところを本当にチームがしっかり共有して、ワンプレーワンプレーしっかり大事にしながら戦わなければ、今年はまあ本当に優勝狙うのは結構厳しい状態になってくると思うので、まあ、ここからはでまあずっとなんですけど、まあ、もっともっとそのタフなスケジュールも続けますし、上位チームとの戦いもありますし、まあ、そういったところもしっかり意識しながらやらなきゃいけないと思いますし、まあでもはい、タフなスケジュールですけど、まあ、みんなチーム一丸となったというか、全員バスケっていうのは僕らのその魅力の一つもあるし武器でもあるし、まあ、それをファンの皆さんも巻き込んでじゃないですけどっていうところでっていうのは本当にホームでやるときももちろんアウェイも皆さん来てくださってますし、ホームでやるときは本当にさらに力に変えてじゃないですけど、はい、まあ、優勝に向けてしっかりみんなで戦っていきたいなと思ってます。まあ、やっぱり狙いとしてやっぱもちろん、ね、レギュラーシーズンで東区で1位取らなきゃ取りたいという部分はありますよ。やっぱ去年も取れたし、ただやっぱりこんだけ激戦の中でこんだけタイトなスケジュールの中でやっぱそこでもぎ取っていくっていうのはなかなか至難の技ですけども、やっぱそれをやっぱ今年も取りに行っているし、まあ、さらに言えばやっぱ一番大事なのはそのチャンピオンシップのところ、
っぱそれでそこでどれだけこのチームでこう研いできた刃みたいのを出せるかってところですよね。やっぱそこでやっぱ成熟さとか経験値っていうのは出ると思うから、やっぱそこをどれだけこのチャンピオンシップの2週間3週間でグッと持っていけるか、それはやっぱり去年との比べるじゃなくて、去年と比べるところももちろんあるかもしれないけど、ファンの方々と俺らはやっぱ見せなきゃいけないところだし、やっぱそこはやってやろうぜっていうのがコンセプトで今シーズン始まってるから、絶対にねいなくなってやっぱ言われたくないし、やっぱ逆に言えば新たな変わった部分と成長みたいなのが見せれるのがやっぱり最後の最後のやっぱ結果っていうところだから、そこはやっぱ楽しみにやってますけどね。本当に最後の最後、まあ去年のようなところ位置まで行くためというのに最善を尽くすと、でやっぱりあそこで2試合勝ってチャンピオンになるというのが最終目標で、今の位置にいて満足というのは誰も思ってないので、それはファンの方もそうだと思うし、本当になんかこうサジを投げようと思えばいつでも投げれるじゃないですか。なんであろうと、これがバスケットとしなかったであろうと、普通の仕事であろうと、取り組みであろうと、でもやっぱそれを最後までしっかりと責任を持って一人一人が発言行動して、でそれにやっぱりファンの人たちが応えてくれるっていう、まあシンプルな構造ではあるけども、やっぱそれをより、加速していくというところがやっぱラストの1ヶ月だと思うんで、やっぱそれってやっぱこのうちのね応援してくれてる長年のファンの方々もそうだと思うけど、お互いそこは熟知して今まで戦ってきたと思うから、いろいろと今コロナで観客もあんまり多くないなってちょっと最近感じてきてるし、それはねやっぱリスクがあるから、皆さん家にいて全然見てもらう分にも構わないですけど、でもやっぱ最後はあのね優勝した年もそうだし去年もそうだけど、ああいう何万人の前でバスケットできるっていうのはあのバスケット人生において最大のやっぱり喜びだし、経験できることじゃないし、やっぱ経験できずに終わった人だって多分たくさんいるから、やっぱまたそこにたどり着くためには何かこう特別な思いと、やっぱそれなりの行動とあのプレーをしなきゃいけないと思うんで、なんかその刺激をやっぱファンの方々と一緒に楽しみながら、あのどこまでいけるかっていうのがやっぱ今年の一番の楽しみなので、そこに全力を力を尽くして、やっていければいいかなと思います、はい、細かいところを突き詰めていくっていうのは変わらないと思うし、その意識っていうのはもう最後に終盤にかけてより一人一人が強く持つっていうところは本当にそこが責任感だとみんな分かってるはずなので、とにかく大事な試合も続きますので、もう一試合一試合毎日毎日をより大事に終盤にかけて、はい、またチーム一丸となってファンの方と一緒にね戦い続けたいと思います。